こんにちは、八神です。ということで、移動になったんで Vlog やっていきたいと思います。今日はさ、ちょっと新しいでしょ。すごい雨が降っとるもんでさ、雨が降ってる時に、こっち向きにすると、雨感がないからさ、映像に。なんかブツ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 言っとるのがノイズに聞こえるでしょ。この間一回あったんだわ。だもんで、今日はちょっと、この雨の音と映像がリンクするように、こう癒し映像として、やっていきたいと思います。俺ちょっと雨すごい好きなんだわ。それもこういうさ、まあ、今3時10分だけど、夜中のなんか街の雨とかもすごい好きだし、あとなんか公園とかさ、公園の駐車場とかでなんか猫とかが歩いとるような公園とかで、なんか雨が降ってるなんか車でちょっと昼寝するのとかすごい好きなんだよね。まあ、そのこと最近は全くできてないけどね。ということで、まあ、今日はですね、明日と明後日はちょっと久しぶりに休もうと思ってさ、ほんで、休もうと思ったけど、やってないことあるがやと思って、ちょっと今日はそれを片付けてました。ほんで、久しぶりにさ、温泉行こうと思って、俺温泉が大好きなんですよ、本当に。なんか普段は銭湯しか行ってないもんでさ、本当に俺温泉ってもうめちゃくちゃこだわりがあってさ、別に何でもいいんだけどさ、銭湯のことを温泉っていう、それ違うんだわと思うんだ。まあ別にあれはもう温泉っちゃ温泉だもんで、間違ってはないと思うんだけど、俺の中の温泉っていうのは、本当温泉なんですよ。あの地球のさ、大地から湧いてくる、その、なんかどこら辺から湧いてくるんか知らんけどさ、こうマグマに熱しられた、その地下水がさ、ブワーって、外に出てきたのが温泉でしょう。ほんでこう出てくる過程でさ、土を触ったり石を触ったり、なんか木の根っこを触ったり、いろんなものに触れながらブワーって外に出てきたのが温泉でしょう。なのでさ、本当にそのなんていうの、地球のパワーみたいなのをすごい感じ、想像しながら温泉っていうのに入ると、なんか本当になんかめちゃくちゃ元気になった気がするんだよね。で、まあ、温泉に行こうと思って、でさっきちょっと調べたんだ、楽天トラベルとかで。何、今めちゃくちゃ高いが温泉、びっくりした。え、こんなに高いのと思って。まあ今まで 3,4 万ぐらいで泊まってたようなさところ、温泉宿とかもさ、なんか10万とか8万とかなんかそれぐらいするもんね。やっぱなんかこの間東京行った時も思ったけど、ホテルとかさ、その温泉宿とかさ、もう外国人でいっぱい来とるもんでさ、観光客がどんどんもうそっちに標準合わせてさ、値段が高くなってっとるでしょ。ちょっとびっくりするよね、本当に。もうちょっと迷惑だよね、俺らみたいな日本人、貧乏日本人がさ、気軽に遊べんくなってきてるでしょ。まあただそういう方向になってるよね、円の価値が下がって。で向こうの人からしたら、日本に遊びに来たらさ、まあ俺らが昔さ、韓国とかベトナムとかさ、なんかそういうのの物価を見て、何それクソ安いがみたいな言っとったような感じに、今そういう風に日本がなってんだよね。だからちょっとラーメンでも食べますかとか言って、外国人が言ったらさ、600円ですとか言って、600円、めちゃくちゃ安いやんみたいになってんでしょ。向こうで食ったら3000円とか5000円とかするものが、なんかそれぐらいな感じになってるんでしょ。だから多分ホテルとかもそうなんだろうね。あの10万円ですって言われても、ああわかりましたみたいな感じで普通に払うんだろうね。だけど置いてけぼりの俺らからしたらさ、温泉行くだけで10万円みたいな、まあそういうとこもあるけど、もともとむっちゃ高いとことか、まあでもそうじゃない普通のね、あの一般の人たちが温泉旅行で行くとか行くみたいなさ、まあ、この辺の地方だったらさ、あの下呂温泉とかさ、あの高山の方とかさ、めちゃくちゃ高いんだわ、まあ、びっくりしたわ。ということでちょっと温泉行く気満々で今日さ、今まで頑張っとったけど、ちょっとね悩むな。そんな余裕はない俺は。ただの2日間の休みで10万も払って遊びに行くような余裕は今はないから、これはまあユートピアでいいかユートピアだったら2000円ぐらいだね。入場料で1200円ぐらいでさ、
まあ5時過ぎたら半額だよ。5時過ぎるまでは2000円ぐらいするんかな。2000円ぐらい払って、ほんで俺コーヒー牛乳とかお茶とか買うもんで、ね、だいたい1回行くと2000円ぐらいになるんだわ。まあそれで済ますか、1日ユートピア。いや、やだな、やっぱり久しぶりに温泉に入りたいなと思って。まあなんで何しよう、明日はちょっと休もうと思ってさ、まあ温泉に行くか、まあどうせ温泉行かんかったら大阪行って飲んだくれるんだから。なんかね、大阪行くとめちゃくちゃ酒飲むんだわ。そのなんか食い物もうまいし、なんか雰囲気がいいんだろうね。なんかすごい飲むの、大阪行くと。で飲むのもさ結構良くて、俺の中では最近はあんまり、昔は毎日飲んどったけど、最近はたまに誰かとそういう飲みに行きましょうって約束した時ぐらいしか飲まないんだけど、めちゃくちゃ飲むんだ、飲むと。ほんで酔っ払って寝ると次の日にもうなんかめちゃくちゃリセットされた感じがして、次の日からまた元気みたいな。だからまあ飲むのは、それを毎日続けたらちょっとそうもいかんかもわからんけども、たまにしか飲まんようになってからはめっちゃ飲んだ次の日のめっちゃやる気すっきりしとんだわ、やる気すっきりみたいな感じなんですよ。だからまあね、ちょっと明日は休んで温泉に行くか、どっかで飲みまくるか、まあとにかく休みも必要だね。なんか休んで普段行かないようなとこ、休んで家におったらまあちょっと何も発見はないかもわからんけども、休んで普段行かないようなとこ行って、まあ知らん店で飲んだりとか、まあそういう温泉宿とかでも行ったことないような、普段あんまり行かんようなとこ行くと、何かしら刺激があったり何かしら出会いがあったりとかするからね。だからそういう意味でも、なんか体を休めるとかそういうこともそうなんだけど、なんか やっぱ休みを取ってその普段とは違う場所へ出かけるっていうのがね、やっぱりすごい大事なんじゃないかなと思う今日この頃でございますよ。ということで、今日ものすごい雨降っとんだわ。なんかだからちょっと向こう移して今日やってみたんだけど、まあまだまださ家は遠いから、まあこれまだ道移しとっても名古屋の人だったらどこ走っとるか分かると思うけども、まあうちはこっちの方の方面なんですよ。ということで雨降っとるし安全運転で行きたいと思いますよ。ということで、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。